FEC チューンド。さあ始まりました、デコボコトラベリングのビッグスモール。どうもデコボコトラベリングの帰りです、よろしくお願いします。ということで、まあ一旦今は一人でございます。リョートがねちょっとまあお家の用事で遅れてくるということなので、ちょっと僕今一旦一人でね喋らせていただいておりますけれども、早速ね埼玉の王さんがオスオス帰り日曜日ぶりということで、そうなんです、日曜日ね、まあ日曜日というか、まあ金土日月の感じで僕ら沖縄フェアに行かせていただいておりまして、まあ、今回埼玉にね行ってきました。で埼玉のね沖縄フェア土日ステージで売り子をやってきたんですけれども、まあ土曜日は普通に、日曜日もどっちも普通にステージやったんですけど、日曜日にね郷さん来ていただいてありがとうございます。ちょっと片付けもろもろで日曜日がねワンステージしかなくて、でワンステージ終わった後に昼から天童よしみさんが来られるということで、もうステージをね急遽開けないといけないっていうことがありまして、ちょっとねライブ終わりで僕はちょっと片付けの方をねさせていただいておりまして、まあちょっと郷さんね挨拶ができなくて、ちょっとだからね隣にワイフ奥さんがいたの初めて見ました。郷さんの奥さんいるやんって思いました。でも本当にでもパッとしか見れんかったから、ちょっとじゃあいないと思ってたわけじゃないですよ、いるよやいないって思ってたわけじゃなくて、郷さんの、ね、奥さん初めてお目にかかれた、ちょっと嬉しかったですね。沖縄の方ですもんね、だからその奥さんの方が、それで沖縄にねちょっといろいろあるっていうので、あ行きたかったありがたいですね、めっちゃそうやって言ってくれるのは嬉しいですよ、めっちゃ。今日はね一人、今だけ一人っすね、うん、まあ、残念な方もいると思いますけれども、リョートはもうちょいしたら多分来るかなと思いますので、まあ、何やらキャンさんがちょっとね準備をいろいろやってんのかな今わかんないけど、なんかちょっと昨日お腹ちで試したことは今日使えるみたいな感じでちょっとワクワクしてたんで、はい。ステージ死に笑ってた、嬉しい、ね、郷さんがねずっと奥さんに布教してくれてたんですよね、面白さを教えていたからということでありがとうございますね、うん、響選手はコロナで自宅療養中ですか、ちょっとまあまあまあ多分大変だと辛いと思うんでね、しっかり休んでしっかり回復してくださいね。来週はまたお笑い劇場もありますんで、ちょっとそれまでにはぜひ直していただけたらなと思いますんで、ナナちゃんも来てくれてありがとう、マリエさんピさんもありがとうございます。そう、キンピライブの T シャツ着てたのすぐバレるよ、そりゃキンピライブの T シャツ着けてるんだからなんでってはなるしね、そもそもが。とりあえずはい、郷さん来ていただいてありがとうございます。14日までは外出禁止、14日まで14日ってことは土曜日金曜日か、金曜日まで、じゃあ来週は全然大丈夫ですね、よかったよかった、はい、来週は、お笑い劇場来れるということでお間違いないですね、ありがとうございます。僕らも2ヶ月ぶりぐらいのお笑い劇場なんで、ちょっと久しぶり、2月多分出てないから3ヶ月ぶりになるのか、ん違うか、いや1月ぶりか、5月に出れなくて今月は出れるか、そうですね、お笑い劇場帰り相変わらずダンスキレキレだったなっていやでもだいぶもう動けなくなってますね、ちょっとなかなかこのダンスのキレ、まあもともとそんな別にキレッキレだったわけじゃないですけど、なんか急にワイプ出てきたな、すご
皆さん見えますかね、キャンさんがここら辺、ツイキャス見てる方は分かりますかね、ここら辺に今ワイプ、いや、いるな、ちびっこいのがいるな、ゴーさんもなんだなんだって言って、いえいえ、なんか もっとできたんじゃないか、もっとなんか分からんけど、いえいえ、ダメだろ、それ以外のことやれよ、ちゃんと。そんなん自分で考える、考えてないし、人に言うんじゃなくて、なんか自分で考えれ、遅れてすいません、靴をなんか耳にはめてなんかミッキーマウスって言うとか、お前天才だないやそっちそっち側なんだ、そうか、あね、小さいの来たってことで、なんか来たってなあちゃんも言ってくれて、はい、やってまいりました。来なくてもよかったのかな、ええ、だって悲しいって言ってたよ、嘘、マリアサンピンさんだけサンピンさんだけあ、でも一人とは言ってたからね、うん、どこアップしとんねん、すごいね、最新技術、ちゃんとこうやってワイプで乗るのすごいっすね、やっぱり2画面に帰りはしんどいなってまあそういうね、あのゴーさんちょっとあのツンデレなところがあるんで、ツンデレだね、やっぱり、あ、ね、コロナ中なんだって、いやーまた流行ってるからね、いやちょっとね、インフルもでしょ、だってなんかインフルも流行ってるらしいですね、うん、どうやら巷では、あー怖いよね、うん、はいはいはい、そうだね、でもえ14日までか14日までらしいね、まあじゃあだからすぐもう明後日には、あれだな、俺たちのラジオ使って遊んでるな、勝手に FM ギノワンのお試しやってるな、ね、FM ギノワンツアー始まってるな、夏祭りもあるんだよね、うん、この告知いいないや違う意味わからんでしょこれ、音は乗らないんだ、映像だけって感じか、うん、映像だけっていや、あな、動きがすごいな、全然なんかオーブみたいなね、なんかちゃんと映ってないんだよな、うん、いやでも高性能カメラっすね、すごいね、あの人何でも持ってくるよね、あと5年後ぐらいには戦車とか持ってるんじゃないいや、なんで向けのあの駐車場に置いてから、意味が分からんだろ、もうちょい、ゴーさん明日も早いから寝ようね、ありがとうございました、はい、また来週ねって、ありがとうございました、はい、また来週ね、また水曜日よろしくお願いします、いや、早くシェシェも元気になってほしいね、うん、月曜日は熱が40度超えたん、いやそれはしんどいね、しんどいね、うん、なかなか、まあコロナ結構ね、あのしんどいと思うんで、とりあえずはあのしっかり休んでゆっくり、うん、回復してからねちゃんと動いてくださいね、うん、なかなかしんどい日が続くと思いますんで、はい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 、お願いします、はい、そうだよな、またああ寒くなったり夜寒かったりするんだよな、まあなんか気温がね25度とか24度ぐらいになったりしますからね、まず東京の方が、東京とか、うん、今回行った埼玉とかの方が暑いかなと思ったんだけどな、あーどうだろう、あんま変わんないんじゃん、変わんないか、うん、そこら辺はあんまり変わらん気はするけどね、ああ、まあまあ、ただちょっと雨が降ってるからやっぱなんか、ああそうだね、うん、っていうのあるけど、埼玉楽しかったね、埼玉楽しかったね、よかったですね、あの怖かったエピソードがありまして、お何を、夜ホテルの近くにコンビニがあるんですけど、うん、このコンビニが12時ぐらいには閉まるのかな、だからちょっと遠い駅前の方のコンビニ行かないといけないわけよ、なるほど、でそこ行く最中にいっぱいの居酒屋があるんだけど、まあ結構ね、あの繁華街ですからね、うん、その居酒屋もだってね、コンビニが閉まるってことはもう人夜にはもういないってことだから、うん、シャッター閉まるわけよ、シャッター閉まって、うん、俺夜中の1時ぐらいにコンビニ行こうとしたら、そこのコンビニ閉まってるから、じゃあもう遠いところ行かないといけないって傘さして歩いてたら、うん、本当に誰もいない道からいきなりスッて傘持った年上の女性の方が3人来て、はいはい、えなんか道迷ってんのかなと思って、うん、
どうしましたって言ったら、休憩どうですかって言って、あら、え、休憩どうですか、だから一緒に座ってからお話ししようってことかな。3000円って言って、お前それでお話しするだけ3000円だったら払わんだろ。お前、いや、わかんないじゃん、人によって。そのガールズバー的な感じでスナックとかみたいな、絶対違う感じでとかじゃないの。走って俺逃げて、うん、怖くなって、そしてちょっと走ったらもういなくなってたわけで、コンビニで飯買った後、うん、また看板に隠れてるわけ。パッて出てきて、あ、じゃあ休憩どうですかって、もう怖くて、またさっきと同じって思ったら、次の居酒屋の看板から、あ、じゃあ休憩どうですかってどんどん出てきて、はいはい、俺マジびっくりして、で後ろ向いたらで立ち止まるわけで、また走ったら、うん、走ってる音が出るんだけど、後ろ向いたらめっちゃ怖いさで最終的に本当にトラックが、でっかいトラックが横切ってから、俺が渡った後、うん、横切ってすんだけど、あれめちゃくちゃ怖かった。みんなでだるまさんが転んだやつたんだ、雨の中わざわざ傘さして。あ、楽しそうだね。だって捕まったら俺3000円払わないといけないってことになる。さ、払わんといけないっていうか、鬼が変わるんじゃない、捕まったら。あ、で俺がまたさっきの後ろの場所戻って、そうそうそう、女の人たちと傘さして、バカじゃないの、ね、よ違うのだったら、お前早めにそれ言え、そしたら俺それやったのにだるまさんが転んでですかっつってみんなで、じゃあ次僕僕があのやるんで、鬼や誰かやってくださいねっつって、うん、じゃんけんしてから勝ったことで、じゃあだるまさんやりたいな、一応な、ちょっと面白そうだな、それぐらいだったな、だからびっくりしちゃった。まあまあ、そういわゆるね、立ちんぼとか言ったりしますけどね、うん、そういうやつですよね。これは怖かったね、うん、3000円でなんで酔ってよかったさ。そんな俺違法なことやらないまあなんか違法じゃないかもしれないし、場所が場所ですからね、うん、この何がなんだか俺も地域分からんから、ここその新大久保とかも結構多いって言われたりするじゃないです か、ね、俺初めてそんなのやられたからびっくりした。まあ僕まさかあそこであるとは思わんかったな。いや本当に傘だけ飛び出てるわけ、はい、看板から。あ、なるほどね。僕はそんな真夜中になんか外に出るようなあの不良少年ではないので、もう寝てた時間なんであれなんですけど。だってそうだよな、帰りはホテルで呼ぶタイプだもんね。あ、デリヘルをね、うん、あ、まあまあそれはあるかもな、外に出るのめんどくさいしな、呼んだ方がいい。だって俺もだってテイクアウトで買いに行くよりはやっぱウーバーイーツとかね、あの、うん、そういうの買いに行った方、あの買ってきてもらった方が。最近はウォルトよく使いますけれども、まあ、うん、何が寂しいってやってないでしょそんなこと何が寂しくはないだろ別に。やってないよ、それだって金ないんだから。どうせやってないでしょ。やってないよ、金ないんだから、うん、金があったらやってるよ。お金、お、いいね、ありがとう。じゃあ次の話題いきましょうか。お前やっぱり行かれてるよな何回も話すけど、お前違う行かれてるなんてもう今に始まった話じゃないから。いやいや、マジで行かれてると思う。いいだろ別に。そんな最近めっちゃくちゃ思う。いいと思うよ、めっちゃ何がよ、うん、めっちゃいいと思う。何がいいわね。なんかよ、うん、先輩たちに知られてないのが悔しいね、お前の行かれ具合いや別に別にそんな、なんか先輩たちが見てもこいつ怒りすぎてるわと思うほど怒れてないよ目が笑ってるよお前喜んでるやし、まずお前俺が怒れてるって言った時点で。いや喜んでるわけじゃないけど、うん、まあまあ別に僕はあの人の皮をかぶってますから、ずっと人の皮をかぶってる、うん。ああ、なるほどね。分かってないだろお前、どういう意味か。ああ、なるほどね。いや、違う。チンコの皮だけかぶっとけ。チンコの皮はかぶらん方がいいだろ。いや、かぶっても便利は便利よ。便利は便利よじゃないわ。なんだば便利は便利よ。俺、携帯しまえるぐらいあるもん。気持ち悪っ。なんだばそれ。携帯しまえるぐらいあるよは意味わからん。そうだね。うん。申し訳ない。絶対切った方がいいし、じゃあ。いやだって今はもう切れないんでしょ赤ちゃんの時、うん、自分で切れもそんな長いんだったら。ええー、
じゃあ見といてもらって。なんで俺はお前のチンコ別に見たくない。じゃあ言わないでよこんな。違う。もしかして切ってか俺大変なことになるかもしれないの。見届け人がいないとダメだろ。大変なことになる。なるだろそりゃ。なるとは思うけど。うん、ほら麻酔なしで切ってよって。俺そこまではやりたくない。俺はそこまではやりたくないよそりゃ、うんうん、まあ俺はねかぶってないし。はい OK です。ええー、何強がってるとか言えよ。お前が OK ですって言ったらもう俺もう本当に恥ずかしいやし。ただの強がってる。恥ずかしいやつになろうとするようなことを言うなじゃん。え、なんか言った俺恥ずかしいこと。あれな、え、自分で言っ自分で招いたんじゃん。そのいやもうすぐ忘れる人だから分かんない。怖っ。いや、うん、埼玉はね怖い街だったよっていうお話でしたけれども、俺はビッてないよ埼玉怖い街って。俺は行ってないよ。言ってたしょ。うん、俺埼玉だけどどこに行ったかって行ってないもん別に。どこのホテルに行ったかってもう行ってないもん。怖い話でしたね、うんうん、埼玉だからもう場所を言わないってことはもう埼玉怖いっていう風にやっぱなってるからね。ということで飛んで埼玉新しいやつ。いやいやこれでできないだろ。新しい飛んで埼玉見ました？うん、琵琶湖のやつ、うん、後から見ようかなと思って。じゃあ後から見てくださいね、うん、まあいわゆるだから本当に沖縄でいうね、あのなんだろう、松山と辻が合体したみたいな町なんですよね。あの僕らが泊まってた南越谷って場所が。うーん、お前も一緒にいたから。俺はいない。俺だって帰りと違うホテルだ。同じホテルだろ。へー、そうだったんだ。そういうあのね本当にもうザ繁華街で、なんか、うん、あの聞いた話によるとやっぱその別の地域からもあの飲みに来るんですって。あ、南越谷まで ね、 なるほどね。もうめちゃくちゃ栄えてるから。僕らがだから言ったら那覇の松山とかに飲みに行くみたいなイメージで、うん、感覚だよね、うん、行くらしいような場所らしくて、うんうん、でもやっぱだからそれだけにぎわってました。めっちゃあのいっぱいいてね。死ぬほど居酒屋もあるし、安いし、だそう居酒そう安いところから、うん、まあ、それなりいい居酒屋とか、うんうん、全然居酒屋がメインじゃない、なんかそのなんていうの、お寿司の食べ放題みたいなところがあって、いいね、5000円で、いやいいよ、めちゃくちゃいいお寿司が食べれるっていう、なんかその結構 YouTube で今話題になってるんですけど、そのお店だったりとかもう結構いろんなのがあって楽しかったっすね。シンプルにこのいろいろ見れて。そうだな、うん、確かに。なんかもうこのそれこそ去年とか、うん、あの横浜、横浜駅に天王町イオンね、うん、天王町イオン行った時は、うん、泊まってたのが横浜駅の最寄りだったんですけど、あそこも死ぬほど繁華街だったじゃ ん、 よよ、ね、いやなんかマックが外にあるのが信じられない。確かにな、うん、あるよな、ね、たまにこのなんていうの、あの大きい都市のやつとかはね。そうそうそう、いやだからああいうなんかめちゃくちゃ大都会の中にあるみたいなのはすごくね、今回ホテルも喫煙所があったのがもう最高でしたね。まあ中にそれは別にあれですけどね、これは最高でした。まあいわゆるだからそのなんていうんですか、この北海道は凍え死にそうだったもん、喫煙所外だったから。それはもうだって仕方ない、時代は時代ですからね。しょうがないです。だその大都市にあるところ、まあ今回だから埼玉だったりとか、まあ今年はちょっと僕ら行ってないですけど、その横浜だったりとか、まあ、この都会って言われるね場所のやっぱこの中心地の駅はねすっごい盛り上がってますね。次多分行くので都会っていうのはもう多分愛知県ぐらいかな、名古屋ねぐらいですかね。行くもんね。あとはもう多分広島とか行きますけど、広島この明日から行きますけどね、広島とか、あと和歌山も行くのかな、多分和歌山とかは多分その名古屋とか今回の埼玉とかに比べるとね、あのそこまで繁華街はしてないと思う。あ、そういうところも大好きよ。でもそれはそれでねまたちょっといいところがあるんでね。で広島も今回僕ら去年行ってない場所ですから。あ、え、イオン、うん、あ、そっか、新しい祇園のイオン祇園店っていう場所なのでちょっと楽しい。ホテルは違うのか。ホテルも違うと思う。ええー。前はだってあのその広島府中イオンっていうところ、府中
イオンの近くのホテル取ってたから、今回多分またその祇園店の近く別のところでやる、多分広島の中ではその盛り上がってるところだと思う、うん、本当にいいですね、那覇みたいな、沖縄、はい、みたいな感じだと思ってる。あ、お好み焼きって言ったらいいんだっけ、なんだっけ、広島焼きだ、広島焼きって言わないと、ね、お好み焼きというよりは、うん、お好み焼きって言われたら怒るから、去年あのツイッターで上げたらちょっと怒られました。そうそう、広島焼きっていうらしいですね。広島焼きが一番、ね、うん、違うらしいですよね。中学校2年生の子に怒られました、うん、よさ違いますよ、うん、と怒られましたよ。別のものらしいですからね、はい、名古屋はあの末に行きます、今月末、6月の最後の週ぐらいに行きますね、はい、いやー、詰め放題です、詰め放題です、はい、スケジュールが詰め放題です、あんまり聞いたことないですけどね、うん、これ詰め放題というのはだってもうあのこうやって入れるやつの話ですね。詰めてくれてますから、うん、もう詰まりきってますからね、はい、詰め放題なわけではないですよ、詰まりきってますよ何だろその喋り方、はい、でまあね、じゃあとりあえず、まあ、広島に、うん、行くわけですけれども、はいはい、まあ、なんか美味しいご飯屋さんやったら教えてください。ね、そうだね、せっかく中田さんと今日会ったけど、カキバンナイ食べれよって言ってたお前でも食べに行かんかったさ前も、俺怖いわけよ、カキビビってたら一生食えんよ、そんなビビりなのに食わなくていいよ、だったらじゃあ食わなくていいさ、俺は美味しいから食べるけどいっぱいね北海道は美味しかったね、蒸し焼きもあるかな、蒸し焼きだって食べたいな、生食ってみた方がいいと思うけどな、じゃあ最終日だね、まあ最終日ちょっといいところあれば、うん、ちょっと探しとこうかな、どうなんだろう、去年はね、だから それこそ俺は一駅行ってから、うんうん、だってその、まあ、府中イオンの付近はちょっと田舎でしたから、はいはいはい、広島駅の方まで行ってね、うん、一番栄えてるところですよ、うん、行ってあのお店見つけて入って、うん、そこでも生も食べたし焼きも食べたし、はいはいはい、でね、めちゃくちゃあそこで、うん、びっくりしたのがあるんだけど、うん、穴子を生で食うのよ。え、アナゴ刺し、アナゴさんは、アナゴさんは食わんよ、うん、いいや、アナゴさん生で食う、刺身でいけるの、人肉やん、いや、ガチリアルで言わなくていいよ、人肉刺しやん、アニメだから人肉じゃないよ、いや人だろアニメの中では一応中ではな、うん、うん、始まっちゃっただけ、なに、いや、そんなじゃないよ、そんなじゃないよ、なに、福田くんはそんなじゃないよ、アナゴさん、福田君、アナゴさんしかいない、だからなーにー、いやもう、だからアナゴさん、仕事終わり飲みに行こうよ、うーん、ガールズバーがいいなー、アナゴさん、喋れー喋れー、一回ごくごく飲むな、一休憩を挟むな、うるさいな、コンドームみたいな帽子をかぶるな、うるさいな、本当にもう童貞が、もう一人の童貞も騒いでった。あんまえんえん言って泣かないよ。なんか最近ツッコミ、学天則の人のツッコミ意識してる。してないな。絶対してると思う。俺ザ・セカンドまだ一個も見れてんやつ。あ、そう。そうか。うん、意識。わからん。なんか冷たい。なんとかですけどもみたいな。わからんわからん。なんとかなんとかですけども。見てないのよ。まだセカンド。いや、それは違くてみたいな。いや、そんなことないだろ、別に意識してる、それから機嫌が悪い、今日、いや、最近は別にずっと機嫌悪いからなんかそのいつが機嫌悪いとかあんまりないけどなんで機嫌悪くなるの、こんなじゃあ悪くないよ、別に、あ、いや、悪くないけどさ、あ、これこれね、あ、探してくれてたのね、そう、なんでこれ、アナゴ刺しって、あ、これがアナゴか、アナゴの、フグみたいだね、そう、めちゃくちゃ美味しい、見てわかると思うけど、油がめっちゃ乗ってるわけさ、うわ、しかも死にスケルトンだね、そう、めちゃくちゃ美味しいのよこれ、スケルトンだね、うん、スケルトンだね、いや、でもだからそのアナゴって骨、石地だね骨が結構入ってる、うん、わかる、だから骨切りっていうのしないといけないわけさ、いや、だから薄く、うん、薄く切らないといけないわけよね、これいくらね、これいくらだったかな、でも1200、300とかだったかな、1200、300は変わるぜお前、結構千、いや2300円よ、ああ、だったらいいねぐらいだったけど、まあまあちょっとこの日はね、だいぶ予算オーバーはしましたけど、うんうん、自分のお金を払って、ね、うん、だってこれとか見て、なんだこれ、牡蠣の上にベロが乗ってるよ、ウニな、ウニか、これウニとイクラとキャビアが乗ってる、
プチプチ三昧やしお前。1個で1300円、高っ。ちゃんと楽しんでるやし、ね、水神ソーダと一緒に、ね、あ、水神は最近美味しいと知りました。もう俺もさ、だからいろいろ悩んで、本当はさ 1,2 杯ぐらいにしようかなと思ったんだけど、うん、一応もうあの飲み放題にしちゃったわけよこの日、うん、で2時間飲み放題ぐらいにして、まあもちろん飲みながら食べるじゃんね、はいはいはい、そしたらもうまあそれなりにお酒も入ってくるわけですから、うん、あのやっぱちょっと調子乗ってくるわけですよ ね、 なるほどね、徐々にね。そうするとあのやっぱどん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 頼んでいっちゃうわけですよ。いくらになったこれ。あ、でも最終的には一応お前お金大丈夫ば、6000ちょっとぐらいかな。あ、でもそんな中、うん、お金は大丈夫ではないか。いや別に大丈夫、全然大丈夫。あ、ハッピールーン雪村さんが番組って YouTube でやってなかったっけって来てるんですけど、あ、ちょっとね YouTube が今ね調子が悪いようで、調子悪いみたいで、はい、申し訳ないですけど、 ラジオのアプリとかここで聞けたりします、うん、そう、ちょっとここで見ていただけたらなと思います。面白くないかな今日。別にあんたがやらしたいだけでしょ、面白くないってことじゃなくて。あっちまで歩ける。何を言ってんの。やらないよ普通置かれても。俺は今日やりたいものそもそも持ってきちゃってるから。あ、持ってきちゃう。もうあの俺はちょっとやらないから、歩いてじゃ。あ、いやいいけど、な、何持ってきてんの。なんかびっくりマンチョコ開けるとかではないよね。ねえ、見えてるだろお前。何が見えてるけど、びっくりマンチョコ開けるに決まってるだろお前。何のシリーズよまた。推しの子マンチョコ。お前どんだけハマってるわ。買ってきましたよ推しの子マンチョコ5個。これね、はい。あんた本当に好きよね。大好きだね今。これなんね、別に当たったらすごい高額っていうわけではないの。高額ってわけではないね別に。で、まあ、1個120円。何が当たってほしいの。一応今俺が欲しいのはなんかそのゼウス。ゼウスはいないけど。はぁ、いや、そ の、 そのあのビックリマンのキャラとあのコラボしてる、うん、あのイラストのやつがあるわけ。はあ、はあ、その多分このエンボス。開けて早く。これをねちょっとあの当てたいんですよね。ただあの僕は、うん、あの皆さん知っての通りチョコがあまり得意ではないので、はい、あの僕1個は食べますけど、うん、2個はあの2人で分けて。やだ4個は。やだやだ、俺も甘いもの食べないもん、ね、いやいや、もうこれはごめんなさい。じゃあこれはもう帰りが食べないと。ごめんなさい本当に、うんうんうん、俺食べれない。俺は今日もさっきお寿司いっぱい食べてきちゃったから。無理、お前自分のせいやし。無理です、もうお腹いっぱいです。俺も無理です、お腹いっぱい。ナルトラさんまだいる。帰った。ナルトラさんいるよいるよ。あのちょっと後であの持っていくんで食べてくださいね。こいつなんかお前最近本当に機嫌悪いよな。機嫌悪くないなら別に。本当に普通だろ。ガチガチ。じゃあとりあえず開けていきます。やっぱり歩きながらやった方がいい。歩きながら食べたらいいさ。お前なんかそんな週から機嫌悪くなるばよ。最初から。はい、入った。マイクやってるな。マイクがここにあるのが悪い。いやいや、ラジオだろや。当たり前だろ。はい、入ってないパターン。入ってないパターンないだろ。だって何もないよここの下にある。お前ビックリマン買ったことある。買わん。これ本当にマジ男が通るあの青春の道を一個も通ってないっす。通ってない。ゲームとかもそうですけど。やらん。マジで分かる。だってなんかプロ野球チップスとか買わんかった。うん、買ってない。どうやって生きてきたの本当に。もいや、それはどうやって生きてきたって。まあビックリマンは別に俺も買ってないんだけど、ちっちゃい。なんで。はどっちやんた。お父さん世代ぐらいかな。まあまあまあ、マジでビックリマンとかはね。うん、でもこのウェハース系のやつはね結構買ってきたんで。いや、あのお父さんすごいキレてる。知ってるけど。じゃあ行きます。こちら、いや、ゴロウ。これは何、何のキャラクター。ゴロウはこのアクアっているでしょ。あ、の、の、あの生まれ変わる前。あ、そっかそっか、生まれ変わりのあれか。こいつがあの死んで。いいじゃん、主人公みたいなもんじゃん。持ってる。主人公もらえたってことラッキー。持ってる。おめでとう。2枚目。2枚でよ。コンプリートできた。かぶったー。まあいいや。じゃあ次行きましょう。10個だけかぶれ。コメントがクソすぎる。ああああ。全く思って。
いやこの推しのコマンチョコ今これ影ってやつなんですけど、やっぱり雪村さんがなんで箱買いしない、お金がないんです、うん、箱買いできるお金があったらもうとっくに買ってますって。140円ぐらいこれ140円。あー高いよね。じゃあ続いてこちらじゃん、アイダー。いいじゃん、持ってる。お前何を当てたいの？だから言ったじゃん、このビックリマンのキャラクターとコラボしてる。そういうのは最初にやりなさいよ。もう持ってるって言ったら迫力ないだろ。そっか嘘つけよ。持ってる、やったって喜べよ。どっちも持ってる。俺だってもうすでに10ぐらい買ってるもん。いやなんでこっちやろと思ったかお前。仕掛けた俺やしやん。じゃあガッチャコンビにさ、コーヒー買いに行ったらさ、あったわけよ。なんで買うわお前、しかもその飛ぶ前日に。お前がだってちょっと遅れてくるっていうか、どれぐらい遅れるか分からんから、どのタイミングでやろうかな。喋っとけよお前。なんかお前キモいタイミングで来よったさ。いや俺早めに来てたんだよ一応。ちょび遅れみたいな、2分遅れぐらいで来よったさ、うん、1回で待ってたんだよ、うん、じゃあもうこれじゃなくて喋っといた方がいいなと思って喋ってたわけよ。なるほどね、喋、うん、っとけ。もうコメントがきつすぎる。ずっとマジで本当に。はい、じゃあ次いきます。何個あ当ててないの？でもかぶりなしで多分10、11、2ぐらい当たってるか、あと半分ぐらいマジで。半分もあるんだ。あと半分、じゃあまだ希望があるってことね。まだ全然あります。じゃあ行きましょう。じゃん、おー出た。なんで、この魔性ネロ&黒川茜、これもこのこれ持ってない、持ってないし、この推しのコマンと持ってるって言っとけよお前。これのお前、俺ちょ今結構嬉しいよ。本当にびっくりするぐらい来たー。うーん、来ましたね。じゃあもうこれはちょっと激アツです。はい、これ集めてどうすんの？集めて、うん、家に飾るの？家に飾るか、どっかに貼るか。貼るのはもったいなくね。でも多分その気に入ったやつは携帯の裏に多分入れてるかも俺。そのために透明のケース使ってるから。あ、なるほどね。そうそうそう。じゃあ、うわこの調子で、あのね、僕一番好きなキャラクターが、カイリの今の透明のケースなんか バニラ高収入のシールじゃん。違うよ。俺最初こいつ行ったんかなって、夜のバイト。なんで俺が行くば。俺がバイトしてる。そんな感じっしょから。B コマチのね。B コマチっていうね、このグループね。有馬かな、うん、ルビーとメムチョのね。そのこれスシローコラボのやつなんですよ。これはね。だから。いつから大人気だな。おお、ちゃんと分かってるやん。ちゃんと分かってる。そうだから、あのこんなに今ね、あのコラボいっぱいやってるんですよね。でまあもうちょっとスシローのやつはあのコンプリートしちゃったんで、シール今度はね、食いすぎて、推しのコマンをしっかり当てていけたらなと思っております。さあ、いやここで、そうだから、そう言い忘れてました。お前ほんとこ食べれよ全部。お前残すなよ。俺ちゃんとチョコビ全部食べてよ。 SDGs だから。ここは無視するんだねお前ね。コメントせえ。あの有馬かなっていうキャラクターがいるんですけど、はい、この僕の裏にここにいるこのキャラクターね、うん、有馬かな、この子がまた推しのコマンじゃないビックリマンのキャラクターとコラボしてるやつがあるんですよ。それが一番欲しい。で次にこの愛ちゃんの、うん、この子がビックリマンのコラボしてるキャラなんです。それも欲しい。この2つが今一番欲しいです。ということで続いていきましょう。こちらメムチョー。いい反応だってことは、これはメムチョはかぶりだな。今のところ1個しか。でもこのメムチョのかぶりはあれです、このこれって推しのコマンチョコ影っていうやつなんですけど、うん、影は西日本でしか売られてない、うん、で光が東日本なんです。へー。でこのかぶったやつは一応柄はちょっと似てるんですけど、うん、僕埼玉じゃない、その時に光を買ったんですね。その時に当たったやつなので一応ちょっと違う。違う、こっちは影の方なんで一応これは嬉しい。だいぶ。なるほど、ありがとうございます。めちゃは好きですね。ラスト、うわ楽しいからあと10個買ってきてよ。これ回しながら。いやだわ絶対に。あと10個はちょっとね、これ当たってるかな。これかぶってると思うな、カイリーのことだから。いやちょっとでも一応俺もうここで全部運使い果たした感ある、うん、今のところ。
黒川茜のやつでね。なんかでも俺黒川茜にめちゃくちゃなんかこれが被ってたら面白いな。うん、ありえるぜ。お前が さっき喜んでたシールが被ってる可能性もあるよ。ありえてしまう、はい、これはマジで。お願いします。いやでも今のところね、ちょっと一応メンツ的には悪くない。なんかもっとさ、モブみたいなキャラもさ、いるわけよ、シールの中に。あの、カブラギさんとか斉藤さんとかさ。これはわからないぞ。はい、ある一番最後のシール、それでは行きましょう。オープン。みやこさん一番微妙この人はね、あのルビーとアクアを育てるいいじゃん方ですね。この人お母さんみたいな存在じゃない。そうそう、お母さんみたいな、うん、マネージャー兼お母さんみたいなね。最初はあのなんかなんだよこの子たちとか思ってからやってたけど、うん、結局も愛着が湧いてね、はいはいはい、育てるあのお母さん的存在な、うん、かぶってるお前大丈夫か、本当に彼女できるかかぶってるとか大丈夫ね、あんた。なるほどね。おかぶれや。ごめんなさい、ショックで今あの何も返せないですいやでもまあこれが当たったのがだいぶでかいかな、ちょっと個人的には。よかったじゃん、めっちゃ喜んで、はい、これでか全部かぶってたらやばかったけどね。本当に嫌だった、それだったら、うん、まあ、この魔性ネロと黒川茜、はい、これが当たっただけでちょっと今回はね勝ちということで、はい、いやちょっと もうちょいなんかあと1個勝ちきてよ。あと1個買って開けて、うん、かぶってたらもう一回戻って買って開けての繰り返しだ。お願いお願い、しんどい、まだ時間あるんだから。しんどい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 わ。お願い、行くか。オッケー、じゃあ繋いどくよ。ちょっと1個だけじゃあ買ってきます。え、白州の敗北今年も買えるんすか。ちょっとマイク、うわ、え、これ辛いで帰り行けるの。一応入り口までは行ける。しゃ、ごめんなさい、しゃべりながら行こう。せっかくだから、はい、じゃあリョートさん繋いでおいてください。さあということで、帰りは今から推しの子のビックリマンチョコを5個開けたんですけども、かぶってるのが多かったということで、あ、その前にナルトラさんにちょっと開けよう。ちょっと1個だけ取ってもらっていい。あのナルトラさん、お前食べれよ。押し付けてくるか。あ、じゃあもう一個取って、俺食べながら行くから。食べながら行くって。オッケーオッケー。じゃあちょっと行ってきますね。あ、ナルトラさん。本当に自由な子だよこれ。差し入れ食べ、あのいっぱいあるんで食べてください。本当に帰りは。シールはあの僕がもう取っちゃったんですけど。食べて、こういう大人には皆さんならないでください。爆買いしたとしても、それはダメですよ。美味しいっすよね、でもね、結構それは美味しいですってしか言えないだろお前普通のねえ、警戒しない、警戒しない、本当に普通のです。はい、そうです、警戒するよ。会議いっぱい開けすぎて食べれないんで、マジで人にお菓子あげないのにいきなりお菓子あげたりしたら、ナルトさんとかにも警戒するだろそりゃ。あ、コメントも読んでいきたいと思います。あ、もうちょっと、マイクがつながらなくなってきてますね。りょうちゃん最高にかわいいって、ありがとうございます。サンピーさんもカエリ君はナルシストオタクだよね。カエリはそうですね。でも最近カエリナルシストになってるかな。もうなんか今はカエリそんなナレストよりも忙しい。 あ、今 FM ギノアの下が映ってますね。あ、カエリーが出てきて、あ、走って買いに行ってるな。相当あいつ買いたかったんだろうな。走って買いに行ってましたね。はい、皆さんありがとうございます。リョートがちょっと喋っていきたいと思います。すいませんね、今日遅れてしまって、ちょっと用事がありまして。親のリョートさん、リョートさん、はいはい、カイリ君が戻ってくるまで僕、うん、こちらで待機しておくので、はい、あのレポートしていきたいと思います。さすがいいですね。カイリはマイクがやっぱ通りず、あ、ちょっと途切れてるね。あ、完全に途切れちゃった。
ああちょっと来ましたね。うん、ちょっと来ました。あ、こんな感じで FM ギノワ進歩してきたね。もう映像で懐かしい、なんか人気もん、人気もんやってる時こんな感じだったな。人気もんラジオ生放送やってる時に。本当に推しの子好きなんだな。これ帰りが何がまたあれだって、帰り置いてきてるか、俺もらっちゃおうねこれね。せっかくだからキャーさんが一生懸命喋ってるけど、キャーさん聞こえないな、やっぱ届かないね。なるほどね。あ、ちょっと通らなくなっちゃったね。うん、推しの子ね、もう一回俺見ないといけないな。2期あるってことは、俺もう1期で終了かなと思ったけど、2期でまたなんかつながってくるんだ。あ、推しの子、そういえばあのちゃんとかが、あのちゃんさんとかが、え、あれは、え、映画じゃないか、舞台か、実写、実写、映画、映画、映画、もうそろそろ公開、そろそろ公開か、これは見たいよね。すごいよな。会議が、今頑張って走ってるので、ちょっと中継をやってますけども、キャンさんが一生懸命、なかなか FM ギノワン来れない方こんな感じです。廊下はあんま下、うん、こんな感じです。あ、シーシーが、私も推しの子は一気だけだと思ってた。そうそうそう、オチも俺見てないかわからないんだけど、なん、え、何話か後半ぐらいちょっとドロドロしてたようなイメージがあって、そのなんか、そういう、なんか感じで解決っていうか、そうまた終わるのかなと思ったら、続くってことはな、どんな感じなのかな。そうそうそう、 やっぱ推しの子、そうですよね、めっちゃ進められたっていうか、こう人気すぎて見てみないとなっていう。面白かった、うん、すごい面白いストーリーだったけど、もう一回見ないといけないな。そうなんだよな。あ、ダンジョン飯も面白いので見てください。ダンジョンって言って、あの異世界のモンスターを倒すんですけど、モンスターを倒して飯を作るっていう、そのモンスターでっていう、ダンジョン飯も今流行ってますので、ぜひ見てみてください。あー、帰りは一個だけ買ってくるかな。本当に選んでるのかな。結構あいつ選んで買ってきてるような感じするな。どんななんだろう。はい、ということで、それまでちょっとおしゃべりしておきましょうか。あのさ、最近もう一つハマってるドラマがあってから、まあ HY の366日のドラマ、 HY さんの見てますか。あ、カイリーが帰ってきた。でもカイリー声聞こえないやつさ。うん、うん、買った？めっちゃ汗かいてるやし。いや、買ってきたみたいですね。ただいま。はい、おかえり。やってまいりましたよ。でもあんた買ってきた分だけのチョコはちゃんと食べないといけないよ。うん、明日の朝ごはんにしようかな。明日の朝、甘すぎるよ。ちょっと朝食べながら開けてみて、開けてみて。はい、来ました、推しの子マンチョコ、はい、買ってきました。はい、開けて見ましょう。いきます。ダンジョン飯ね。あ、ダンジョン飯いいよ。そうそうそう、おもろいよね。まだ俺が言ったわけさ、ダンジョン飯お面白いよっつって。そう、あれめっちゃ面白いんですけど、まだ3話、ギリシリシやばい、3話ぐらいまでしか見えてなくて、あーやばい、もう開ける力もなくなってきちゃった、うん、走って、よいしょ、はい、わあ、もうなんか、でもこれだけ、これでかぶってたらもう一回、もう一回かぶってなかったら終了です。お願いします。あ、頼む、いきます。はい、よいしょ、パッ、きたー、ビーコマチー、ビーコマチだ、ビーコマチだ。お前本当は5個ぐらい買って今車に置いてて、何かあったらまたしてないとかじゃ、ではない、してない、してない、してない、もうビーコマチだ。すごい、よかったね、揃ったね、えぐっ、ビーコマチはえぐいと思う。
だってこれと並べたらもう最高でしょ。ほらもうだってこの事務所のね、事務所のすごいよなそれな、マネージャーと現 B 小町の3人組。いやいいね、お前本当に好きなんだね推しの子。いやめっちゃ好き、うん、俺だってもうあの家に今あれではあのなんだっけ、 B あの推しの子の一番くじの、うん、あの有馬かなのフィギュア3体あるやつ、はあはあ、お前やばいな、あれちゃんと当てて引いて、そう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 、好きだったらないってこと気づかないの？ん？好きだったらないってこと気づかないの？あ、誰か亡くなってる。あ、え？お前どこ置いた？俺の黒川あかね。分からん、帰ったら亡くなってたよ、お前が。また買わんといけんさ、いっぱい。はいはい、行ってきて。こいつ嫌い。もう。あ、疲れた。お前盗まんパスんなよ、マジで。ちょっと曲がってるし、絶対殺す。曲がってない、最初からだったって。最初から曲がってるわけないだろ、ふざけやがって。いや、まあ、とりあえずこれが当たったのが。じゃあ次は食べる時間に回してもらいましょう。ちょっと、本当に。じゃあ、あの、メール読んでってな。そんな、俺食べとくから。食べとくからって当たり前だ、食べるのお前そりゃ。俺は一応食べとくから。デコボコトラベリングのお二人さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ラジオネームポムリンです。はい、こんばんは。怒らないで。はい、どうもみたいな、やめてよそんな。うん、こんばんは。はい。一応ラジオと生配信してるわけじゃないわよ、普通の YouTube の。うん、本当にね、本当そうよね。お前、俺たちあれやさ、彼女できんやつだよ本当に。でも久しぶりにウェハース食べるけど美味しいな。美味しいよ、うん、今日は YouTube で FEC チューンド見れないでリスラジで聞いてる。リスラジで聞いてるってすごいね、珍しいね。先週は埼玉行ってきたんですね、お疲れ様でした、うん、今後もいろんなところ行く予定なんですか？デコボコ発信で沖縄のパインがたくさん売れたらいいですね。私も石垣島の親戚からパインが届きました。3玉数え方合ってる？うん、合ってると思いますよ。3玉来てただいま、消費中です。うん、3玉結構よね。いや、でっかいと思うよ。そういえば先週の放送で、うん、カイリさんがユニバーと言ってたんですけど、ユニバー、ね、私は逆にユニバー一回したこと1回しか行ったことないです。なんでこんな読めないば。なんか絶叫系たくさんあるイメージなんですけど、高所恐怖症の私でも楽しめますか？それはわざとだろ。楽しめますか？もし楽しめるなら今度はユニバー旅行も計画します。あと岡崎も行きたいです。東海オンエアにハマっているので聖地巡礼したいです、うん、お二人はお仕事で行きたい地域ありますか？ポムリンより、うん、それこそ東海オンエア僕大好きなんで、あの愛知県行くときは毎回聖地巡礼してますね。ただ今年はちょっともしかしたら時間がなさそうなのでちょっと行けないかもしれないんですけど、聖地巡礼めちゃくちゃいいっすよ、東海オンエア。僕一人でやってますけどめっちゃ楽しいっすね。いいよね聖地巡礼。あとユニバー、推しがいるんだったらいいですね。そうあとユニバーはなんだっけ、ユニバーの絶叫系はいっぱいあるんで一応あんまり楽しめないっすよ。ただなんかコラボ、楽しめないっすよ。いや俺はもう絶叫系マジで嫌だから、でもそのコラボしてるやつは楽しい、うん、コラボって何？これ期間限定でアトラクション作れるの？そうそう、なんか変わるわけよ。俺らが行った時はそれこそハンターハンターのやつだったりとか。何のアトラクションがあるの？ハンターハンター、ジェットコースター？なんか 3D の画面で椅子、あーなるほどね、座って椅子がなんか揺れたりとかするっていう。あー、そのやり方いいね。 2D の感じ、あれはすごくいいですね。進撃の巨人もやってたね。進撃の巨人も乗りましたし、めっちゃ楽しかった。他は結構しんどかったっす、うん、うん、絶叫系ね、うん、お猿のジョージも見た方がいいよ、面白い。お猿のジョージお猿のジョージはユニバにあるってこと？ある。浮いてよ、お猿のジョージが出てくる。お兄さんがいて普通に。だからあとはまあちょっと怖いけどハリーポッターとかも
ハリポね。あのエリア、別にこのハリーポッターのジェットコースター乗らなくても、そのハリーポッターのエリア内を散策するだけでもめっちゃ楽しいな。え、マリオはどこだっけ？マリオもユニバで。あーすごいね。だマリオはあの時ね出たばっかりだからさ、入れんかったのよ俺らは、うん、あっちもいいなって。え、帰りが？うん、高校生の時やできたっけ？何が？マリオ。あ、いや違う違う、あの俺らキングオブコント、キングオブコント行ったっすね。そうそう、タイガさんとか森美さんとか、あの芸人メンバーで遊びに行った時っすね。なるほどね、うん、カリジャー呼んでください。いやしょ、俺は食べるので。 FEC ネーム大好き、沖縄大好き。なんでハショール、ちょっとデコボコトラベリングのカイリさん、リョートくん、キャンさん、お疲れ様です。沖縄愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、お疲れ。いやいや、だからはい、お疲れじゃないよ。はい、お疲れ。バイト店長じゃないんだから。うん、うん。カイリくん、松田ミルクさんのインスタ見ましたよ。お、ありがとうございます。YouTube などでよく見かけるカンカンカンダンスやミルクさんと宣伝もお尋ね、え？宣伝も兼ねたお笑いも面白かったです。ナイスツッコミ。何の話？もう僕もバイト先で、あの今 SNS コークマーケティングっていう。あんま飯食いながらお前喋るやついないぜ。新しいよな。新しいよなじゃないよや。怒る場合普通は。でもなんか今僕らの、あのバイト先のライフデザインっていうね会社で、あの SNS 動画マーケティングって部署が立ち上がりまして、僕はあのそこの一員にもなってるんですけど今、まあそこでちょっとあの動画を撮って、あのこのライフデザインっていう会社のなんかそのこういう場所だよみたいなのをあの撮りたいっていうことで、いろいろあの今社長と一緒にねお話しながら動画作ったりしてるんですけど、そこでやってる動画をそのミルクさんっていう方がいて、えっとはあの沖縄でモデルとかタレントしながらあのまあ、ライフデザインの社員なんですけど、最近で言ったらうちのナンバーワンに出てたりとか、あとあの東南植物楽園 の, あの CM みたいなのやつに出てたりとか、すごいじゃんっていう方がいて、ミルクさ ん, さん、うん、調べたら多分すぐ出てくると思うんですけど、ミルクさん、そのミルクさんとかと一緒に今ちょっとその沖縄で検索して、まあ、松田ミルクって検索して出てくるのかな、松田健吾松健さん、松田ミルク、オードブルーっていう方とね、まあ、社長とか、まあ、そのライフデザインの社員の数名と一緒にちょっと動画を作ってまして、あ、そうっす。はあ、綺麗な美人な方だね。そうそう、一緒に今やってるんですよ、だからその方と。あら、あんた感謝しなきゃ。何が？会社にお前この美人の方とできて。いや俺も別に最初はやるつもりなかったんすよ、だからパートなんで、うんうん、パートだから別に特にそのそこに対してそのやろうってはなかったんですけど、社長からね、あの直々に帰りがやれと一緒にやってくれって言われて、うん、まあだって正直な話、うん、まあ、あの動画の会議して、うん、動画撮影して、うん、でまた会議してっていうだけで時給が発生してるわけです。あー、それすごいですよね。いいお仕事ですよね、うん、それはもう僕、あと30秒、あ、やばい、なんか奈々ちゃんのメールはあのあとこの後読みます、この後ちゃんと読みます。はい、じゃあまた来週も聞いてください。ありがとうございました。まあまあそうね、その普段やってることの趣味の延長線上でいいですね、時給が発生するということも、綺麗な方とかできるし、まあだからありがたいことになんかそのカンカンダンスとかもね 1.4 万再生とか、あ、マニアナガナマナナマニナナマンマニアジャナマニグンウルウルグン、デコボコトラベリングのお二人シャン、スタッフスタッフ、カッコスタッフシャン、カッコなくてもわかるわ、リスナーの皆シャン、こんばんは、ワンピース&スヌーピーナッツ、最近 G 見かけて叫んだ奈々だよ、うん、あるね、お母さんの洋服の袖についててびっくりしちゃった、そんなことはさておき、おかれおかれ、さておけるレベルの話じゃないよ。今から7年前にデコボコトラベリングさんに書いてもらった、書いてもらったけど大切、あ、サイン書いてもらったけど大切に保管してしてる、こんな感じで保管してますという意味で写真載せとくね。最後に私はメールではこんなキャラで
実際に会ったら話せないけど、これからも仲良くしてください。もちろんです。もちろん仲良くするよ。7年前のサイン？うわ、夏。うわ、夏。7年前もだいぶ昔だよね。夏。ちゃんと撮ってくれてるんだ。ありがたいね。夏。ちょっとずつやっぱね、年を重ねるとサインが変わっていくんですけどね、うん、そんな昔のサインを持ってくれてっていう、だいぶ嬉しいですね。あーすごいね。あサイン、そうだよな。お前フードファイターしてんの今。あと2個も振ってるよ。血糖値がだいぶ上がってる。上がるよ。私もデコボコのサインは壁に飾っている。ありがとうございます。東海オンエアは YouTuber です。カイリは好きな、うん、結構前からもうだって10周年迎えてます。そうです。11年目か今。すごいよな。俺チャンネル登録1万の時から見てるけど。マジで？うん、あの結構初期じゃん。クローゼットの目の前で自分の実家の、うん、徹夜かな。うん、懐かしい。まだ大学生の時ですよね。あれは寿司ラーメンさんもめっちゃ見てた。あ昔から。寿司ラーメンな。単独のライブはラムネとしておかしい。さすがだね。素晴らしい。ダイヤモンド。俺はオロチンユー1万ぐらいちょっと見てた。あ、嘘。俺映画チャンネルさんも1000の時から見てる。やり方映画チャンネルさんをめちゃくちゃずっと見てて俺。面白いよな、映画チャンネルね。面白いよね。裏の盾役者もいるからね、そうか、俺らはね、うん、なんかすごいやっぱ全部がうまく回った。タイミングよく回って、日本に発見された。シロユさんは元気かな。うん、元気にしてるみたいよ、一応。今休養中ですけどね。うん、でもその休養する前に撮ってた動画を元気で小出しにしてたから、うん、ですいません、もうあの6時には僕たち空港にいないといけない、空港にいないといけないので帰りましょうね。すいません今日元気がなかったのは、あの普通に薬飲んでるんでちょっと眠たくなってきます。だからもうお家は帰りません今日は。快活クラブに泊まります。気をつけてよ。うん、大丈夫大丈夫。疲れてるのでね、ゆっくり皆さん休んでください。ああ、俺筋肉強い。あんたこれマネージャーに見られてさ、怒られてるかもな。夜から爆食して。いや、すいません、お疲れ様でした。また聞いてください。すいません、ありがとうございます。